皆さんこんにちは。福岡ソフトバンクホークスの甲斐野博史です。パーソルパリーグ TV 野球教室で僕が、ピッチングの、基本的な動作をお教えします。僕の家族は野球一家で、父親もそうですし、兄二人いるんですけれども、みんな野球やってまして、もう小さい時からずっと、プロ野球選手になれというか、僕もなるんだっていうふうに、もう思って、こうも生まれてきたみたいなイメージだったので、はい、もうそれがきっかけですかね。まあ、僕はまあこう先発じゃなくて、中継ぎで出ていくっていうシチュエーションなので、ゼロで、ベンチに帰ってきた時っていうのはこうやっぱり嬉しいというか、良かったなっていうふうに思ってベンチ帰ってますね。はい、こう先輩方とかコーチ、まあ監督さんからもアドバイスいろいろいただいて、切り替えをこう上手にできるようになったなっていうふうに思います。正直もう毎日毎日試合なので、はい、もう抑えて、まあ、嬉しいって気持ちはもちろんありますけど、もう次の試合のことを考えたりとかっていうのはします。まあ、僕だけかは分からないですけれど、まあ、何度かこう今までこうプロ入るまで、まあ、いろんなこう挫折じゃないですけど、いろいろこうくじけそうになったりとかっていうのはありましたけど、やっぱどこかでこう心の中では、絶対プロ野球選手になるんだっていうふうには思い続けてたので、やっぱそういう思いっていうのはこう持ち続けてほしいなっていうふうには思います。はい、働いて笑おう、パーソル。